札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対北海道日本ハムファイターズ、このゲームの模様をお送りいたします。ファイターズの先発は右の上沢、対するファイターズの先発は右の杉浦、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。右の上沢マウンドに上がります。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは西川。第9投げた、初球外れてボール。投げた、ナックルカーブ見送ってストライク。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げました、外のボール引っ掛けた、これは内野フライ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番杉谷。第9投げました、初球空振り。第2球インロー、ボール。第3球を投げました、ボール。第4球はこれはかすった形になりました。第5球投げました、打ったいい当たりだ、ピッチャー返し、抜けた、杉谷、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。まずは一塁牽制、タッチセーフ、投げました、初球を打った、ファウルグラウンド、キャッチしています。第9投げた、スプリットはボール、まずは低め。第2球投げた、低め外角ストライク。第3球を投げた、スライダーはストライク、追い込んでいます。次が4球目、投げた、ボール。一塁牽制球を送ります、一塁タッチセーフ、投げた、打ちました、ロドリゲス、取った、アウト、スリーアウトチェンジ。ファイターズファーストランナー残塁、ファイターズ立ち上がりを無得点に抑えています。右の杉浦マウンドに上がりました。今日はどんな投球を見せてくれるのか。1回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。先頭バッターは磯畑。第9投げました、初球から打ってった、ファール。第2球投げました、セーフティーバントだ、ファースト取って、杉谷取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは2番太田。第9投げました、1球目ストレート空振り、初球空振りから第2球打ちました、石井ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。バッターは3番近藤。第9打ちました、初球打ち、野村ボールを取る、ボールはファーストへ、記録はヒットになりました。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。背番号21、第9投げました、カーブはボール、まずは外角高め。第2球スプリットはボール。第3球を投げました、真ん中にストライク、タイミング合いません。第4球を投げた、打った、センター落下点、掴んで、これで3アウトになります。ファイターズファーストランナー残塁、1回が終了しまして0対0です。2回の表、これからファイターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは野村。インコース低め、外れてボール。さあ、次の投球、投げた、アウトコース高め、空振り。第3球を投げた、3球目空振り、追い込んでから
投げた。これは引っ掛けた。ショート前方のフライになりました。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは6番ワン。第9変化球ストライク低め。第2球投げた。打った。痛烈な当たり。中島ダイレクトでボールを掴んでアウト。ツーアウト。第9投げました。初球空振り、少し迷ったか。第2球投げました。打った。第3球を投げました。打ちました。ファールボール。投球これから4球目ボール。投球これから5球目ボール。さあ6球目投げました。打ちました。いい当たり。ボールはライナーで左中間へ。ヒット。石井ナイスバッティングです。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。第9投げました。完全に外れた。ボール。第2球投げた。直球見送ってストライク。第3球を投げた。あっと引っ掛けた。フラフラっと上がった。取ってこれで3アウトチェンジ。一塁ランナー石井残塁に終わりました。2回の表が終わって0対0です。2回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。この回の初球を打ちました。ライトへのフライだ。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは6番横尾。第9初球空振り、148キロストレート。投球これから2球目、2球目ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた。外のボールが乗った。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番平沼。背番号45。第9投げた。外れた。ボール。第2球ボール。第3球は低め決まってストライク。第4球は打ちました。ファール。さあ5球目空振り三振。最後はスイングアウトの三振に倒れました。2回が終了しまして0対0です。ファイターズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは松本。初球はストライク。まずは入れてきました。第2球投げた。スプリットはボール。第3球を投げました。内角低め、外れてボール。第4球を投げました。打ちました。中島交代。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って西川。第1打席はピッチャーフライに倒れています。第2球投げました。外角低め、見送ってストライク。第3球を投げました。インコース高め、スプリット外れてボール。第4球を投げました。打った。これはキャッチャー間に合いません。ファールボール。投げた。スライダーボール。第6球はインコース引っ張った。右へ切れた。ファール。投げた。低め、空振り三振。最後は150キロストレート。バッターは2番杉谷。第9いきなりセーフティーバント。取った。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。上沢三者凡退、無得点に抑えています。3回の表が終わって0対0です。3回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。先頭バッターは清水。投げた。アウトコース低め、ストレートは外れてボール。投げた。内角ギリギリいっぱい、ストライク。投球はこれから3球目、アウトローを見送ってストライク。第4球は
打ちました。三遊間のゴロ、石井掴んだ。ショートから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは9番中島。第9投げた、外角低め、ボール。第2球投げました、直球ストライク。第3球は3球目ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げました、打ちました、引っ掛けた、フラフラっと上がった、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。打順は1番に帰って磯畑。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第9初球決まってストライク、まずは見送りました。初球ストライクからストレートはボール。投球は3球目、投げました、打ちました、アウト。第4球を投げました、ボール。さあ投球は5球目、ストリット見逃し三振。ファイターズ最後の打者は見逃し三振に倒れました。序盤終了しまして0対0です。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは指名打者渡辺、第1打席はファールフライに倒れています。第2球投げました、空振り。第3球を投げた、外の球、空振り。追い込んで投げた、インロー際どい球、ボール。第5球投げた、低め、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。第9投げた、打った。第2球投げた、ストライク。これで追い込みました。第3球を投げました、ボール。投げました、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。第9初球スプリット、空振り、タイミング合いません。第2球投げました、危ない球。第3球を投げました、ナックルカーブ見送ってボール、外角低め。第4球を投げました、打ちました。これはキャッチャー間に合いません、ファールボール。投げた、変化球、空振り三振。3者連続三振。さあリプレイです。上沢3、4、5番と3者連続三振で切り抜けています。4回の表が終わって0対0です。ファイターズこの回は2番からの好打順、トップバッターは太田。最初のバッターボックスはショートライナーに倒れています。第2球投げた、ボール。投げた、ストレート決まってストライク。第4球を投げた、打ったい当たりだ、センターへ飛んだ、ヒットになります。太田いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは3番近藤。第9投げた、スプリットはストライク。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、ボール。さあ4球目、直球ストライク、アウトローへ、147キロストレート。第5球投げました、インコース引っ張った、ファール。第6球を投げました、アウトコース低め、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。第9投げました、ストレートはボール。さあ次の投球、ストライク、タイミング合いません。肩越しにランナー見た。第3球ストレートはボール、アウトコース高め、一塁へ牽制球を送ります。投げた、流し打ち、どうだ、レフト前のヒットになります。一塁ランナー二塁を蹴って三塁へ、ランナー二塁でストップ。清宮ツーベース、これで2打数の
1安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあここで試合の流れを左右するターニングポイント、ファイターズここで前進守備をします。第2球投げた、打った、右中間に上がって、これは犠牲フライになるか。取りました。タッチアップからホームへ向かうロドリゲス、センターへの犠牲フライ、これで均衡が破れました。1対0ファイターズやりました。これで勢いがつきそうです。こちらが先ほどの先制のシーンです。バッターは6番横尾。第1打席はセカンドフライに倒れています。第2球投げた、インハイ際どい球、ボール。第3球を投げた、3球目空振り、バッター追い込まれました。第4球はアウトコース低めいっぱい、見逃し三振、外角低めいっぱいに決まった。4回までが終了しまして1対0ファイターズここで先制です。5回の表1点を追いかけます。ファイターズの攻撃、先頭バッターは最初のバッターボックスはショートライナーに倒れています。第2球ストライク、膝元厳しい球でした。第3球を投げた、見送ってボール。次が4球目投げました、外角低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。バッターは7番石井、これが2度目のバッターボックス。バッターの足元、第2球投げました、2球目空振り。第3球を投げました、打ちました、内野ゴロ、平沼ボールを掴んだ、1塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番宇佐美、第1打席は内野フライに倒れています。初球に送ってストライク、まずは決めてきました。さあ次の投球、投げました、打った、ロドリゲス取った、アウト、スリーアウトチェンジ。噂はここまできっちり2安打ピッチングが続いています。5回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは平沼、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。さあ次の投球、見送ってボール。第3球を投げました、見送ってストライク。第4球を投げた、打ちました、ファウルボール。第5球投げた、流し打ち、三塁線惜しくも切れてファウル、投げた、ボール。第7球を投げた、内角スライダーは外れてボール。投球これから8球目、打ちました、ショート正面、石井ボールを取る、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは8番清水、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第2球投げた、打った、痛烈な当たり、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番中島、第1打席は内野フライに倒れています。第1球投げました、打った、流し打ち、ヒット、レフト前ヒットになった。バッターランナー1塁蹴って2塁も狙う、中島ツーベースヒット。リプレイをご覧ください。打順はトップに帰って磯畑、今日はファーストゴロと三振。第1球投げました、1球目ストレート空振り、少し迷ったか。第2球直球決まってストライク、早くも追い込まれています。追い込んでから投げました、打った、ファール、セカンド牽制、タッチはセーフ、2塁はセーフ、インロー際どい球、ボール。
投げました、打ちました、これはショート真正面、ショートこれは守備範囲内、一塁アウト、これはアウトです、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。最後はいい守りを見せてくれました。噂は降板、右の石川、今日2番手としてマウンドに上がります。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9球投げました、初球はストライク、1球目ストライクから、第2球打ちました、中島掴んだ、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って西川、今日はピッチャーフライと三振、投げた、決まってストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、インコース低め、空振り。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです。西川ナイスバッティングです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。バッターは2番杉谷。第9球西川スタート、投球ボール、二塁送球、盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。第2球投げた、ボール、投球はこれから3球目、決まった、ストライク。第4球は打ちました、右中間へのフライ、磯畑余裕があります、取りました、ボールは中継、三塁送球、ファイターズなおもピンチが続きます。さあピンチが続く場面で迎えるバッターは渡辺、今日はファールフライと三振。第2球投げた、打ったに当たりだ、ボールはライナーで右中間へヒット、ファイターズ追いつかれました、1対1、渡辺タイムリーツーベースヒット、ファイターズなおもピンチが続きます。今の同点のシーン、リプレイでご覧ください。ランナー一人を置いて迎えるバッターは中田、ひときわ大きな声援が聞こえます。第9球投げました、決まってストライク、投球これから2球目、ボール、ファイターズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投球は3球目投げました、打ちました、次は4球目投げました、初球見逃し三振。さあリプレイです。6回の表が終わって1対1、ファイターズこの回1点奪われ同点とされています。杉浦降板、左の久保、今日2人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。第9球初球空振り、第2球打った、打球はレフトへ、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番近藤、今日3打席目。第9球投げました、外れた、ボール、投げました、危ない球。第3球を投げた、3球目ストライク。第4球を投げた、これは引っ掛けた、杉谷ボールを掴んだ、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは DH の清宮。第9球投げた、内角低めいっぱい、ストライク、初球ストライクから、2球目空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げた、変化球、空振り三振、清宮全くタイミングが合いません。最後は空振り三振に打ち取られました。中盤まで終了しまして1対1です。ゲームはこれから終盤に入ります。トップバッターは野村、今日はショートフライと流し打ち、どうだ、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番ワン、今日はショートライナーと三振、初球を打った、これは内野へのフライだ、三塁キャンパス手前、取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番石井、これが3度目のバッターボックス。投げた、インコース低め、ストライク。第3球を
投げました。内角低め見送ってストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。追い込んで投げました。ストライク。空振り三振。三振に切って取りました。石川最後は空振り三振で仕留めました。7回の表が終わって1対1です。7回の裏ファイターズラッキーセブンの攻撃。先頭バッターはロドリゲス。今日はライトフライとセンターへの犠牲フライ。投球これから2球目。ボール投げました。インロー見送ってストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました。打った。ファウルボール。第5球投げました。ボール。投げた。打った。引っ張った。レフトの左。ファール。投げた。打ちました。ライト前に出る。これはヒットになります。ロドリゲス、いいバッティングを見せました。初安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは6番横尾。ゲッツーだけは避けたいところ。初球から打ってった。レフト前ヒット。ボールは中継。横尾ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。さあここが試合の分岐点となりそうです。ファイターズ外野は浅めの守備を取ります。第2球投げた。ここで送ってきました。ピッチャーの左へ転がした。アウト。送りバントが決まりました。ファイターズなおもチャンスが続きます。打ちました。初球打ち。前進守備セカンド正面。アウト。これでツーアウト。ランナーは二塁三塁変わりません。第1球投げた。初球高速スライダー空振り。さあ次の投球ストライク。タイミング合いません。第3球を投げた。アウトコース高め。高速スライダー外れてボール。第4球を投げました。打ちました。センター前に出る。取りました。これで3アウト。リプレイをご覧ください。クモン見事に流れを断ち切りました。ファイターズピンチを乗り切りました。攻撃に期待がかかります。石川降板。マウンドに上がったのは堀。今日3番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。決まった。ストライク。第2球ボール。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。スライダー空振り。第5球投げました。引っ張った。打球はライト右へ。ライト前のヒットになります。宇佐美いいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターは9番松本。今日はショートフライとショートゴロ。あーっとショートフライになった。ファールボール。1球目ファールからバントした。ピッチャーの右へ転がした。ファーストボールを取る。一塁はアウト。ランナー二塁に進みました。ファイターズピンチを迎えます。直球決まってストライク。まずは決めてきました。第2球投げました。膝元ボール。第3球を投げた。スライダーボール。二塁へ牽制を送ります。二塁タッチはセーフ。投げた。打ちました。磯畑落下点に入った。打ち返した打球はセンターへと掴みました。ランナー二塁に戻ります。これでツーアウト。ランナーは二塁変わりません。第1球投げた。ストライク。さあ次の投球またも空振り。タイミング合いません。振り返って二塁牽制球。第3球三振。堀サワンがうなります。先ほどのプレーです。堀なんとか切り抜けました。8回の表が終わって1対1です。久保降板。ここでマウンドに上がったのは玉井。今日3人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。
1球。投げた、決まってストライク。少し迷ったか。第2球、このボールも空振り。第3球を投げた、打ちました。宇佐美、余裕があります。ファウルグラウンド、ボールをつかみました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番太田、これが4度目のバッターボックス。投げました、カットボールはストライク。1球目空振りから第2球、投げました、打ちました、ファール。第3球を投げました、打った、ファール。第4球を投げました、危ない球。投げました、打った、打球はセンターへ。センター前に出る、ヒット。オーダー、ナイスバッティングです。これで今日は4打数の2安打。バッターは3番近藤、今日はここまで3打数1安打1三振。ストレート見送ってストライク。投球これから2球目、もう第3球を投げた、打った、ライトの右、ヒット、ライト前ヒットになった、ライトからサードへ。近藤、いいバッティングを見せました。これで今日は4打数の2安打。さあ、いよいよ試合の流れが変わりそうな場面。ファイターズ、ここは中間守備を取りました。第2球、投げた、打った、三塁ランナーホームに向かい、ショートから一塁走。ファイターズ、ここで勝ち越しました。ファイターズ、貴重な1点が入りました。2対1、ファイターズ、見事チャンスをものにしました。これで勢いがつきそうです。第2球、打ちました、アルボー、投げた、打ちました、鈍いゴロ。ショート、これは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。8回の裏が終わりまして、2対1、ファイターズ1点勝ち越しです。堀、降板、そして最後を締めるのは宮西。最終回1点差でマウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。初球決まってストライク。第2球、2球目空振り、タイミング合いません。追い込んでから投げた、見送ってボール。第4球を投げた、外を際どい、ボール。第5球、投げました、空振り三振、バットアウト。右バッターボックスは4番中田、ここまで2打席連続三振。第9球、ジャストミート、中島取った、アウト。中田、いい当たりでしたが、ショート正面でした。あと1人、バッターは5番野村。ファイターズ、ここは何としても抑えたい場面。投球これから2球目、スクリュー決まってストライク。タイミング合いません。第3球を投げました、ボール。次が4球目、投げました、打ちました。さあ、5球は5球目、投げました、空振り三振。ファイターズ、1点差で逃げ切りました。